Good morning, everyone. Welcome back to another video. How are you doing? This is my political speech too. I'm gonna try about to have an hour. I was a junior high school art teacher, but I wanna try again. Japanese local election. We need a change. Tax stuff haven't finished. And Japanese election reform.ということでですね、またちょっと30分ぐらいあの街頭演説をしてみようかなと思います。今日は多分ね、近くの学校が学校行事をやるみたいですね。まあ自分もね、15年ぐらいから2015年の後半ぐらいから、政治活動を、始めています。ただ去年の4月の選挙で落選をしたので、まだ政治の経験はありませんけども、前例にとらわれないような、政策を訴えていきたいと思いますし、新しい政治団体を作りましたので、子どもの未来を作る党の代表としてまた挑戦をしていこうかなと思っています。ただ去年選挙があったので、まあ、次は、3年後にはなりますけども、政治活動だけではなくて、YouTube チャンネルなどのソーシャルメディアも、力を入れていこうと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。自分の、経歴としては、36歳ぐらいの時に通信制の大学で教員免許を取って、まあ短期間ですけども小中高で、勤務をしていました。まあ、どこの学校も非常に子どもの数が減っていますし、それに反して教員の数が上がっていますので、行政、公務員、政府、こういったものはその効率化を図って、特に日本の、技術はまだまだ、世界でも高いレベルにありますので、ロボット技術とか、人工知能、あとは、ブロックチェーン、こういったものを利用すればかなり、効率化を図ることができるかなと思って、10月に消費税も、公務員の都合だけで増税をされていますし、今年の10月からもまた、増税するということです。おそらくタバコとか、第3のお酒とか、まあ、そこら辺が増税されるみたいですけども、公表しないで増税しているところも、結構ありますので、もう少しそのお金とか、税金とか、こういった知識は、絶対に必要なのかなと思っています。まあ、大学に行って、経済学とかを専攻すれば、そういった教育を受けることあると思いますけども、義務教育でもこういった金融の基礎的な教育は絶対に必要なのかなと思っています。特にその労働に対する年収だけをね、いくら増やしても、所得税が累進課税ですのでほとんど意味がないと思うんですね。特に富裕層とか超富裕層はそもそも年収なんかにこだわっていませんので、まあ、投資家になる必要はありませんけども、ただちゃんとした英会話の教育をやれば、僕らはね多分話せるようになると思います。まあ、今の英語の授業だとどうしても、まあ、テストでもね、分かると思いますが、まあ、穴埋め問題とか、英語の並べ替えとか、あと英作文とか、ね、そういったものですので、まあ、スピーキングができるような、そういった教育カリキュラムも導入をしていきたいなと思います。まあ、これもその中央集権国家ですから、すべ、て、日本の教育を決めるのは文部科学省で国家公務員ですので、まあ、なかなか難しいと思いますけども、これも地方でできる範囲で、教育もね変えていきたいなと思います。世界のどこに行っても英語で活躍できるような、子どもたちをやはり教育していかないといけませんので、まあ、21世紀は、変化の激しい時代ですから、まあ、その時代の変化に対応できるような、ね、スキルも非常に大事だと思いますし、
英語能力もね、それと同じぐらいに、必要だと思いますから、まあ、学校の教員の数は余っていますし、学校の校舎もね、余っていますので、もっとね、きめ細かい教育にレベルアップをしていきたいなと思います。21世紀に必要なスキルを、身につけてもらいたいと、思います。まあ、日本の場合は、失われた30年と言われていますので、ね、金融知識というのはその金儲けに直結をしてくるのかなと思っています。特に日本の景気経済も今はあまり良くないですし、今年も日本政府公務員は、確か60兆円以上の、ね、借金を、しています。ただ税収入が、50兆円ぐらいですかね。1年間の収入50兆円だったかな。GDP が500兆円ぐらいあると思いますが、なので、収入の、ね、半分以上の、お金を使っているということですので、やはり支出も、削減もしていく必要があるとは、思います。まあ、借金を毎年60兆円していますけれども、当然政府公務員が借金をしても、政府公務員は、ね、返済しませんので、我々民間人に、払わせると、増税という形で払わせるということですから、国民全体で公務員は、ね、監視する必要もあると思います。本当に無駄な、仕組みがたくさんあると思うし、無駄な岩盤規制も、ね、たくさんあると思いますので、やはりここら辺の効率化を図るということが大事なのかなと、まあ、特に、地方公共団体というのは、日本全国47都道府県、全て、ね、同じ単純労働作業を、しています。まあ、同じ仕事なので、こういった単純労働作業は当然ね、人工知能とかブロックチェーンを使えばね、簡単に効率化を図ることができますのでね、法律を変えないといけないと思いますが、国そのものとか、あとは行政そのものもオンライン化とかも利用して、効率化を図っていくべきかなと思います。まあ、公務員を甘やかしてもね、全く意味がありませんので、それよりも子どもたちの未来に投資をして、将来の国力が強くなるようにね、新しい、政治を目指していきたいなと思っております。ちなみに毎月、発表される、PMI という指数があるみたいですが、製造 PMI と非製造 PMI があって、その数字が 50% 以上だと景気がいいということだそうです。50% 以下だと景気は良くないということなんですが、前回の、製造業の PMI が 47% ぐらいで、非製造業の PMI が確か 46% ということで、50% 以下ですから景気は良くないと、いうことです。なんですが、景気は良くないということは当然民間人の、ね、給料も増えませんし、しかも政府公務員は、増税をし続けていますのでね、まあ、これだけ景気経済が弱くなっているときはやはり減税をして、消費をちょっと促進をした方がいいと思っています。まあ、そこら辺もね、やはり難しいとは思いますけどね。ただその公務員のために税金を使っても全く意味がありませんので、法律を変えないと、ね、いけないと思いますけども、まあ、今年の3月に、内閣府がスーパーシティというものを発表していますので、この考え方は、ね、非常に、重要だと思います。ただ、内閣府が、発表しただけであって実際にやるとは言っていませんので、まあ、2002年か2003年も、確か政府公務員は、オンライン化とか、そういったものを、推し進めようという発表がありましたが、まあ、2020年になってもほとんど、実現はしていませんのでね、
まあ、今回 の, その内閣府の、スーパーシティ構想もおそらく、発表するだけして、何も変化はないのかなと思います。ただ何も変化がないということは、それほどねぬるま湯が、得をするだけですので、やはりその世界標準だけではなくて時代そのものにも、対応して、いろいろ仕組みもですね変化をさせていった方がいいと思います。ですので、まあ、子どもたちに授業をいろいろね短期間にしてきましたら、やはり子どもたちそのものの、その能力というのは非常に高いと思いますし、全然海外でもね活躍できる能力だと思いますが、まあ、ただ学校の、教育の方法というのは、まあ、子どもたちのポスト